阿賀野川大橋は、新潟県新潟市の阿賀野川に架かる国道7号新進バイパスの桁橋。西詰め川は東区つい市、東詰め川は北区濁川に位置する。位置関係新進バイパス、人市インターチェンジ、濁川インターチェンジ間の阿賀野川に架かる橋長903メートルの鋼連続桁橋。車道は4車線で、上流側、 下流側双方に歩道を有する。東詰め側は引き続き隣接する2号側分水路に架か,かる2号側橋を介して、濁り川インターチェンジに至る。阿賀野側の下流から3番目に架か,かる橋で、下流側には国道113号の御座や阿賀橋が、上流側には新潟県道3号新潟柴田村上線の太平橋が架橋されている。 東京寮は1977年、新進バイパスの海老ヶセインターチェンジ競馬場、インターチェンジ間開通と同時に共用を開始した。同区間は開通当初暫定に車線だったが、1986年10月20日に4車線化され全面竣工した。新潟東西道路の自動車専用道路においても、触れるが、東京寮には前日の通り歩道が併設されており、歩行者、 自転車の通行も可能である。ただし両爪側の地上部から歩道に至る階段、スロープは狭硬で、また通行量も少ないことから整備はあまり行き届いていない。開通当初は歩道上で釣りに興じる愛好者が多かったが、釣りが通行車両に接触したり、釣り人が通行車両と衝突する事故が頻発したことなどから、現在は橋梁上での釣りは禁止されている。 また歩道部と車道部には段差が設けられているのみだったが2007年に歩道部に柵が増設された。ありがとうございます。